携帯電話でやり取りされているコミュニケーション、例えばメールなどですと、送られてくる文字の羅列自体は誰が入力しても同じように入力すれば相手に同じように伝わると思います。ただそれですと、その人らしさですとか、その人の人間の素の部分といったものが伝わりにくいと思っています。そこで今回、ぬくもりと鼓動といった相手の存在を感じれるようなものを伝えられるようにすると面白いのかなと思い、開発を行いました。今回専用のデバイス、こちらタイムハートというものを作りまして、こちらに脈拍センサーを搭載しております。この脈拍センサーで相手の鼓動ですね、脈拍を取得し、それを相手側の同じこの専用のデバイスに送信することによって、取得したバイタルデータ、脈拍情報に基づいた振動と発光、それから実際に発熱体を裏に搭載しておりまして、そちらの発熱体が温かくなる、それによって相手の鼓動とぬくもりを再現しています。ふと相手の存在を肌で感じたいなと思った時に、これをパッと持っていただく。実際に今回制作したこの専用デバイスをお客様に手に持っていただいて、相手の鼓動ぬくもりを手で感じていただくというデモンストレーションを実施いたします。